皇帝陛下。あら、かわいい。この度は素晴らしい工房を建設していただきありがとうございます。アバロン繁栄の一助となるべく、より強力な装備を開発してまいります。竜の穴、いや、そんなわざわざ竜にしなくても。うわー、蹴り。どうしようかな、体術も覚えさせたいよね。結構。そうか。ではモンスターの巣にいるブヨブヨしたやつを倒してくれ。術を使えればいいのだが、我々は格闘家、そうもいかんのだ。だが巣の最奥部にいるボスは我々が倒す。俺は竜の穴のメンツにかけて譲れん。約束してもらおう。ボスがブヨブヨしてたらどうすんの。奴は電撃を放ってくる。固まった陣形で戦うとかえって危険だ。気をつけろよ。なるほど。はい、じゃあまずはあらすじ。かつて帝国が南バレンヌに築いたビクトール運河とその周辺を要塞化し、通行権を支配している者がいるようだ。この場所を取り戻すことができれば他地域進出への足がかりとなるだろう、というところでございます。前回は子猫ちゃんを捕まえたところですね。はい、じゃあ行きたいと思います。まあもう、あ、火事ができたって言ったよね。あれはちょっとご挨拶に行かねばなりませんな。はい、どうも、マグマグマグロンと申します。どこ、わ、広っ。え、七英雄の場所もしかして今わかった？嘘でしょ。どこだろう、これなんだ。あ、鍛冶屋はここなのね。じゃあ行きましょう。何作ってもらおうかな。まあ普通は防具だよな。まずは死なないことが一番重要なので、守備から入るっていうのが一番いいんだけど。はい、こんな感じ。鍛冶屋、鍛冶屋が建造された。え、前鍛冶屋って城の中になかったっけ。今回は外なんだ。皇帝陛下。あら、かわいい。この度は素晴らしい工房を建設していただきありがとうございます。アバロン繁栄の一助となるべく、より強力な装備を開発してまいります。早速装備の開発をしたい。開発を進めるにはどうすればいい。チュートリアルからやります。装備開発にはそれぞれ素材と開発費用が必要になります。やっぱり素材が出てきたね。一見にしかずと言いますし、まずは実際に開発してみましょうか。よろしく。今回は鍛冶屋を建設してくださった例として、素材と開発費用はこちらで用意します。お、ありがとう。野獣の爪5を手に入れた。赤鉄の鉱石を手に入れた。20万クラム、お金まで。お金はいいよ。新しい装備の開発に日夜努力しております。装備の開発について、鍛冶屋では素材とクラウンを消費して各種装備を開発できます。開発開始してから時間が経過するとバトル数もしくは年代経過、そうね、年代経過でできてるとちょっと嬉しかったよね。すると完成品を一つだけ受け取れます。その後は買うんだっけ。開発した装備は年代が経過すると市場に出回り、ショップで複数購入可能になります。そうそう、そんなんだった、そんなんだった。武器、鋼鉄の剣、バトルハンマー、レイピア。え、今のところ武器はこの3つだけ。え、この3つだけ。弓とか槍とかの方がちょっと嬉しかったりして。金属盾、鋼鉄の鎧、オープンヘルム、
金属盾の方がいいかな。鋼鉄の鎧は全員装備しないだろうけど、金属盾は全員装備してもいい感じ。もしくは鋼鉄の剣か。悩ましい。ただ最初に言ったようにやっぱりこのゲーム防具が守備が大事だと思うので、鋼鉄の鎧からにしましょう。作って、これだけ作れんの？え、これ何個も作れる？それは無理だよね。あれ、何個も作れる？あ、な、あ、じゃあ全部作ってよ。あ、なに、全部いけんの？じゃあ全部いってよ。お金はいくらでもあるんだ。全部作ってもらおうか。じゃあなんだ、全部いけんじゃん。どれか一つだけって言ったのは、頑張ってやります。あれは何だったの？またお待ちしております。あ、その他お金取られたってことか。いかがですか？開発といってもそこまで複雑ではないでしょう。強力な装備の開発にはそれだけ開発費用もかかりますし、希少な素材も必要になってきますが、その分だけ陛下のお役に立てるとお約束します。というわけで、開発用の素材や費用が集まりましたら、またいつでもお声掛けください。やべ、使わないやつとかはやんなくてもよかったか。なんか調子乗って全部やっちゃった。調子乗りました。ねえねえ、ちょっと調子に乗りました。やっぱ返して。やっぱお金返して。なんだよね、このゲームね、重さがあるんだよね、確かね。今回はさ、重さが出るけどさ、前重さって分かんなかったような気がするんだよね。新しい装備の開発に日夜努力しております。追加されてない、追加されてない。またお待ちしております。これいつになったら開発終了みたいなのは出ないのか。前もね、出なかったとは思うんだ。だけどなんか今回は分かんないじゃん、ゲームがゲームなんで。どっかに、画面のどっかにないかい？あ、そういえば戦闘に勝利するとなんかあったね。あと7試合か8試合だよ。頑張る。出ないか。アバロンの泥棒猫。あ、まだクリアしてないんだ。運河要塞を攻略するとクリアになるんだね。じゃあ今から運河要塞へ向かうか。ここら辺出ねえかな。出ねえか。今戦闘回数は136回。これなんだ、七英雄の記憶。全部でこんなにあるんだ。勢力化地域数の報酬。あ、占領した地域が増えるとなんか覚えるんだ。アビリティ解放、都心施設開放。3つの地域を突破すると新施設開放になるね。あれなんだろう、なんか 木みたいだけど。で次はまた火事。また今度は武器。なんだろう、あれなんだろう、わかんないね。新クラス追加とか。4連携開放。でライブラリー、ここら辺になんかないかな。技図鑑、見切り図鑑、アイテム図鑑ないか。じゃああと何回戦えば火事が終わるっていうのはちょっと表示はないみたいですね。まあいいですよ、別に。もともとロマサガにはそういう数値を教えてくれないという伝統がありますから、いいですよ別に教えてくれなくても。よく来たな。どれにするんだい？あ、でもなんかほら、素材売ってるよ。なんかわかんないけど買っとくわ。いきなり年代進んじゃうとあれだからさ。なんかわかんないけど買っとくわ。商品はこちらでございます。そう、いきなり年代進むかもしんないからさ。
とりあえず全部買っとくわ。わ、ま、分かんないけど買っとく、これが大事。そうかな。え、ちょっと品ぞれ変わってたりするかどうかのチェック。ここはカットしてもいい。ご用件は何商品はこちらでございます。ここら辺は変わってないか。変わってないね。またお越しくださいませ。ここはえ、キャットンに会いに行けるの、またそれとも今お仕事中。俺依頼しちゃったし。んで次はじゃあ術種いっぱい買って、これあれだね、あの BP は回復しながらでもいいかもね。全然回復しちゃおう。商品はこちらでございます。ああ、これ欲しいんだ。ちゃんと仕入れといて。BP100 も回復することってないよね。全部買う気か。6万かかるよ。お金いっぱいあるし。商品はこちらでございます。20万はちょっと手段出ないな。またお越しくださいませ。はいよ。これあれだね、今まではさ結構ケチ臭く戦ってたわ、スーパーファミコンの時って。あのやっぱりあんまり使わないで戦ってたかも。だけどあのロマサガはね結構ね雑魚にも本気で戦わないといけないゲームなんで、もう BP はどんどん回復していこう。ちょっとセーブポイントのさ場所100ぐらい欲しいな。だってまた何かあったらどうすんのよ。ねえ、また何かあったら怖いじゃない。はい、じゃあ一旦カットして、じゃあ南バレンヌ運河要塞行きます。あー、扉直ってる。そうか、1年経ってるんだっけか。よし、じゃあ南バレンヌ行きたいと思います。一旦カット。はい、じゃあ運河要塞向かいたいと思います。ん、術法研究所建設って書いてあるんだが、ちょっと待って、もう一回玉座に座るわ。え、なんだ、よく見といてよかった。皇帝陛下、お呼びでしょうか。陛下は術をより強化するために術の研究所を作りたいとお考えだ。費用はどのくらいかかるか。100万クラウンほど必要と思われます。やべ、無駄遣いしちゃった。100万クラウンも使っちゃうの。作れい。あー、お金なくなっちゃった。術法研究所を建設中。危ね危ね、もうまだあったりしないよな。危ね危ね、今この画面見といてよかったわ。ちゃんとで次は、うわー、ピョンピョン、ニーベル運河要塞の2つが今で出てきております。運河要塞はこれ先行っちゃよりさ、ニーベル行った方が良くない。これ行っちゃうと多分終わるよね、これ確かね。あれ前スーファミの時さ、なんかさこれさ行ってさ、すげえいきなり何百年とか経たなかったっけ。気のせいだったらごめん、ニーベルにするわ。これなんか一気に進んだような気がするんだよね。違ったかな。運河要塞はやばいような気がする。最後にするわ。のどかだね、のどかだね。まあ多分ここら辺で多分ねモンスターの討伐があった気がするんだよね。この町アラスベカラズ竜の穴。あ、ほら格闘家なんかがいるんで確かね。ナゼールへの生き方とな、今はそれどころではない。西の山中に竜の穴という格闘家の修行場があっての、彼らのおかげで皆安心して暮らせておった。ところが最近町の近くにモンスターが現れるようになったんじゃ。格闘家が追い払ってくれているが、次から次へとキリがない。今夜にも町が襲われるかもしれん。よその土地のことなぞ気にかけとる余裕はないわい。ニーベルの住人と話す。合間合間にもらっていく。ノコギリのそばに傷薬ってあのおじさん下手だな。なんて言ったりして、トンカチを自分の指に振り下ろす人と見た。美味しそう。
仕事道具をなくすなんて何考えてるの。ない、何度見てもない。ほら、だってなくすんだもん。そりゃ傷薬も置いとかなきゃダメだわ。今の人か、下手なのは。あ、セーブポイントもある。どっち回りで行くか。お店がある方から行こう。こっちから回るか。なんか喋る？子供ちっちゃ。いいわね。格闘家ごっこなんて野蛮な遊びをしてはダメよ。してたんだな、この子。最近モンスター増えたな。女の子の意見は。女の子ちっちゃすぎないか、俺。井戸に何かある？ない。こっちに行き止まりの道がある。宝箱がある。4万クラウン。今、100万クラウンほど必要なんで、ちょっとこんな4万クラウンぐらいじゃちょっと満足しないな。ああ、今これ絶対剥がれるパターンでしょ。今のは剥がれるパターンでしょ。この町は竜の穴の格闘家が守ってくれてるんです。鉱石。ここは宿屋。暖炉はね、正常。この子たち海が見たいんですって。これは一回止まらないとまずいかな。ね、あのロマサガではね、一回止まった方がいいっていうね、伝説があります。伝説？言い伝えがあります。ないか。先生、何してんのこんなとこで。近くにモンスターが出るようになってから、他の町へ野菜を売りに行くことができなくなりました。このままでは子供たちに服を買ってやることもできません。格闘家たちは何をしているのでしょう。怒ってらっしゃいます。ちょっと先生出てきなさい。かっこいいじゃない。先生を見つけた。カチャーン。あと2つ。新しい町に必ずいるな、これ。そんなに難しいことでもあるまい。毎日毎日辻いじり。ああ、最高だ。嬉しかったみたい。先生のマークまでついた。怪しい奴がいたら格闘のお兄ちゃんに報告するんだ。なんだこのマーク。これは皇帝陛下、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どれをお求めですか。あ、ここでも売り切れなの。買わしてよ。長弓、レザーアーマー、出た、タブレット、防護服、武道着、ヘッドバンドなどが手に入るみたいです。ヘッドバンドは1個買った方がいいのか。ベアが持ってなさそうだね。あ、ベアはダメじゃない、あの全身鎧だから。武道着、タブレット、え、これ1個買った方がいい？毎度あり、他にまたのお越しを。なんかテレーズちゃんが装備できそう。ほら、これ全身鎧だからダメなのよ。え、どこに着るの？ここってこと？え、レザーアーマーの代わりに武道着？え、レザーアーマーより強いの？ほんとだ。じゃあこれにしようか。強いんだったら上にするよ、そりゃ。もうその方がね、早く攻撃できるんですよね。どっち取ったらいいんだろうね。
軽鎧にするべきか重鎧にするべきか。鎧って音読みだと何？害？言葉が伝わらないので軽鎧にします。いや、軽鎧、重鎧にしたいと思います。読み方を統一。絶対違う。私が格闘家のリーダーカールだ。カールってのはじゃああれなのかな。ダメか。この町のことは格闘家たちに任せておけば大丈夫だ。竜の穴の格闘家は無敵さ。何回言うのよ。もう起きられちゃってます。うちの主人は昼間から酒場に入り浸りのどうしようもない男でね。今日も竜の穴の文句を魚に飲んだくれてるよ。人様のことを言う暇があるなら働けってんだ。どうだ？あれだな。じゃあ反対側行こう。おじいちゃん食べきれないくらい頼むのね。若いんじゃからもっと食べなさい。でも自分は食べない。なんすか？何か飲み物を。情報をくれ。何の情報もないの。すんごい鎧で来ました。あんたは旅の人？私は皇帝だ。何か言わなかったか？大丈夫かな。帝国の方が頼りにって言ってるよ。あんたは。私は皇帝だ。名乗っちゃうパターン。そっちが正解とは。皇帝陛下、失礼しました。実は西の洞穴に住み着いたモンスターに悩まされているんです。竜の穴にモンスター退治を依頼したものの、奴らは頼りになりません。この町はこれまで竜の穴と呼ばれる地に集う格闘家に守ってもらっていたのですが、あ、思い出した。彼ばかりは彼らの手には負えないようです。どうか皇帝陛下のお力でモンスターを退治してください。お願いします。思い出した思い出した。そうだ、竜の穴の人たちがね、勝てないモンスターがいるんですよね。わかりました。もうもうお話はできない。もうできないみたい。なんかピキーンって言ったから、これでじゃあ次のマップが開けたかな。と、二つ開いた。モンスターの巣、竜の穴。竜の穴はまだ敵じゃないから、敵出てこないと思うから、竜の穴まで行って今日終わろうかな。ちょっとじゃあ一旦セーブするわ。うん、多分ね、竜の穴は戦わないんじゃないかな。よし、じゃあちょっと一旦カット。よし、じゃあ竜の穴行ってみましょうか。何人かの格闘家とは戦うか。なんかこう自分の実力を見せるみたいな感じで。そんなことなかったっけ。竜の穴に移動しますか。これ戦わないような気したんだけどな。竜の穴、いや、そんなわざわざ竜にしなくても。うわー、蹴り。どうしようかな。体術も覚えさせたいよね。結構威力高いんだ体術も。ほらね、何もねえっしょ。邪魔せんでくれ。まだまだ誰にも真似できまい。後ろに立つな。なんか言ってる。ないか、なんかないか。やべやべやべ、ここに絶対ある。ほら、あった。
この人何してんだ。登れない。登れない。よっ、あっち側がある。あっち側には何もない。絶対登る。ああ、なんかあった。絶対なんか登るのがある。ほら登れた。なんもない。そんな寂しいな。いや、これだけなんかアスレチック要素ありそうならさ、絶対あるって。アスレチックさせないの。ああ、なんかあった。ははははは。結果往来。くまなく探すぞ。マグにアイテムをよこせ。え、何これ。ああ。まあ敵出ないならいいか。絶対ある、絶対ある。マグは諦めない。ほら見たことか。素材になるから。絶対にマグは絶対に見逃さない。右見て左見て、すげえな。全くアイテムの位置が分かるとかっていうのがあったよね、確かね。あのスキルめっちゃ欲しいんだけど。あ、この絵の中に先生がいます。正解は、すごい険しい顔してる。先生、ここにいらっしゃったんですね。先生を見つけた。ちょっと偉そう。あと1個ーってなんか覚える。1ダンジョン1先生と見た。あったー。格闘家は体が資本、食事も欠かせません。登れない。みんな雑魚ね。でもさっきから必ず一部屋に一個あるね。気をつけねば。あー、でも宝箱あるもんだって。もう堂々と取っちゃおうかな。お金がよかった。取って文句言う。これがマグスタイル。よっしゃ、行こう。まだあるかい。いや、ここだ、屋根だ。うわ、落っこちても大丈夫なのかな。落下ダメージの子心配しちゃった今。こっちにもまだある。一部屋、おお、一部屋、二つあることもあるのね。この上にもあるな。じゃあ、はい、宝箱発見。お金が良かったな。まだ言ってる。屋根にも乗れる。これで終わりか。マグはまだ諦めない。いや、これ向こう側にあったりするパターンもある。もうないか、諦めるか。はは、は、全然この人たち見てないもん。審議隊。あれ、なんか今ちょっと鉄拳やってるんで、ちょっと似たような話になってる。え、じゃあこの人たち鉄拳層だった。ゴブリンといいさ、この格闘家たちといいさ、ちゃんとセンスはあるよね。
あ、同じとこ整備しちゃった。やべ。なんかあったらどうすんだ。坂はなんかある ゲームだぞ。気をつけろ。通ってよし。ここは竜の穴のリーダーカール様のお部屋だ。 あの女の子が真似しちゃったのはやっぱ本物だったね。素通りして後ろ行っちゃう。あーもう見つけちゃう。ラバーソールを手に入れた。足皮のすね当てよりは強い強いみたい。もう装備しちゃうし。あれその靴どこかで、あれそのなんかその靴どっかで見たような。うろうろするな。カール様に失礼のないようにな。もう失礼した。皇帝、お前の用向きは分かっている。ニーベルの町の件だ。だが手出しは無用。これは我ら竜の穴の問題。帝国の出る幕ではない。モンスターの巣は我々が必ず叩き潰す。勝手にやれよ。データデータ、これ多分勝手に、今はどうなんだろう。多分ね、前はね、このロマサガのシリーズってこういうとこでね、勝手にやれを選ぶと、もう格闘家は仲間にならないっていう変なゲームなのよ。だからね、ほんとね、うっかりこれとか選んじゃダメなのよ、ほんとに。協力しよう。そうか。では、モンスターの巣にいるブヨブヨしたやつを倒してくれ。術を使えればいいのだが、我々は格闘家、そうもいかんのだ。だが、巣の最奥部にいるボスは我々が倒す。俺は竜の穴のメンツにかけて譲れん。約束してもらおう。ボスがブヨブヨしてたらどうすんの。やつは電撃を放ってくる。固まった陣形で戦うとかえって危険だ。気をつけろよ。なるほど、固まった陣形がダメだって。じゃあフリーファイトで挑む。モンスターの巣のブヨブヨを倒す。名前は分かんないんだね。はい、というわけで格闘家はね、素手で相手を殴り倒すしか術がないので、スライム系の敵に弱いんですね。なので、スライムをマグが倒すと。そういうことですね。はい、というわけで、じゃあ今回はここまでにしますか。ゆっくり帰りながら。というわけで、今回の動画良かったという方は、コメント、高評価、チャンネル登録していただけますと、マグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。あー、なかなか綺麗な風景でございますね。誰も修行してなかったそこで。じゃあ今回は竜の穴までで終わって、次回はじゃあモンスターの巣、そのブヨブヨしてる敵を倒す、そこでいきましょうかね。皇帝陛下より足が遅いってダメだぞそれ。ではでは、今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。いや、皇帝より足遅いってダメだぞそれ。ほほ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 ほ。